はい、私はやらかしました。いや、本当すみませんでした。大丈夫です。もしかしたらあれかも、西岡のせいかもしれない。俺のせいか。俺のせいですか。申し訳ない。西岡一生と申します、はい、中学2年生の時に、成績悪すぎるからお前このままだったらあの中学3年生にあげねえぞというふうに義務教育なのに中高一貫の、まああのうん、偏差値、まあ、そんなに高くない、うん、あの東大排出者なんかゼロの学校でして、うん、そこでまあずっといて、で高校3年生の時の偏差値が、35で、そこから、二浪しまして、はい、なんとか東京大学に合格することができた、うん、という人間でございます。で、いろんな本をね、書かれて、今回もちょっと本をね、貸してもらってるんですけど、この本は何でしょうか。はい、ですね、今回はですね、漫画でわかる東大勉強法ということでですね、はい、これあの、漫画がこう、バーってありまして、はい、漫画を読んで、とりあえずその勉強法みたいなことがここでわかる、それプラスここのちょっと細かいところはですね、はい、僕があの執筆しているので、はい、文章でわかると、これによってどういうふうにしたらその偏差値が低くても東大に合格できるのかということを語っております。とある音楽の先生との出会いが僕を音楽なんだね。これ音楽の先生なんですけど、はい、出会いがありまして、小学校の時も中学生の時も高校生の時もまあいじめられっ子だったんですよ。すごいいじめられっ子でして、はい、高校生の時にですね、とある事件があったんですよ。そので、あのペットボトルホルダーってあるんですよね、うん、でこうこれでこうぐるぐる回してですね、はい、とある男の子が僕の頭にですね、こうペットボトルのキャップのところでガーンと殴ったんですよ、はい、ここから血が出るとですね、めっちゃ血が出るんですよ。バーって真っ赤になるんですよ、うん、僕も今白いシャツ着てますけど、うん、もう3分の2ぐらい赤くなったんですよ、うん、っていう事件が、うん、笑えないですよね、うん、これ高校時代あって、で病院行って、まあ、縫って、うん、縫ったんだ、縫ったんですね、うん、縫って、でその時にその音楽の先生が、うん、その迎えに来てくれたんですよ、はいはい、音楽の先生と僕とで学校に帰るってことだったんですよ。西岡さん、お前さ、このままでいいのっていうふうに言われたんですよ。で僕は分かったんで、どういう意味なのか、つまり僕ってすごいこう中途半端でいじめられっ子で、うん、そういう人間だから、このままの西岡一生でいたら、うん、多分また同じこと起こったりとか、うん、いじめられたりとかっていうこと絶対起こるよと、うん、変わんないよってこと、変わんないよっていうことを言われてんだろうなと思ったんですけど、その時僕はいいですって言ったんですよ、うん、いいんじゃないですかと、僕だって別にね、うん、そんなね、うん、変われるわけねえだろと、うん、こういう人間だしと、うん、今回こういうこともあったけど、まあ、こういう人間だから仕方ないんですよね。仕方ないって思うんだよね。そう、分かりますよね。分かってくださいますよね。そう、仕方ないって思ってたんですよ、うん、そしたらその先生がそんなことはないっていうふうに言ったんですよ、うん、でその時の先生の話をよく僕が覚えてて、うん、人間にはですね、一本線がね、周りに自分を取り囲むように一本の線がね、引かれてるっていうふうに言うんですよ、うん、はい、これ何という名前の線かっていうと、うん、慣れませんっていう名前の線だっていうんですよ。例えばですよ、幼稚園の時とか小学校の時とか、何かなりたいこととかあったじゃないですか、ウルトラマンとかね、そうね、仮面ライダーとかね、仮面ライダー、そう、ね、それが何かよく分かんないけど、中学に上がって、うん、高校に上がってってなった時にどんどん慣れないもの増えてくるんですよね、うん、無理だってなってくるよね、無理だと仮面ライダーなれないじゃないですか、うん、ウルトラマンなれないし、うん、野球選手は自分より野球上手いやついる、サッカー選手も自分より上手い日がついる、そのどんどん慣れないものが増えていく、うん、人間そうするとですね、ずっと向こう側にあったはずのその慣れませんっていう線が自分の方にどんどん近づいてくるんですよ、うん、近づいてどうなるかっていうと、自分のとこ取り囲むんですね、うん、そして人間はその線から一歩も出れなくなる。にしようかと、お前はその線がめちゃくちゃ自分の近くにある人間だと、だからその線から出れなくて動かなくて、うん、このままでいいとか仕方ないって言ってる人間なんだと、だけどその線、お前幻想だからなと、人間は変われるし、一歩何か踏み出したら何か絶対できるんだと、慣れませんなんかないんだと、でその時にじゃあ何やったらいいですかっていうふうに言って、その先生がおっしゃったのが東大に行けだったんですよ。その先生がおっしゃったんだ。その先生がおっしゃいました。え、それ聞いた時もキョトンだよね。キョトンですよ。何言ってんだこいつみたいなね。本当ですよ。だってもう勉強できないから、うん、できなくて上がれないって言ってたような人間だから、うん、ねえと言ってたんですけど、うん、でそういう風にちょっと
かっこよく言われたらですね、うん、ちょっと頑張る気になるんですよ、人間。そうなんだ。それで頑張って勉強してて、うん、で、まあ、2浪の時に、うん、まあ、ここで辞めるって選択肢もあったんですけど、うん、やっぱりここで辞めたら自分はあの線の中にいるままなんじゃないかと。人間は変われるっていうことの象徴だったんですよ、自分の中では、ね、自分の中で、ね、うん、僕は東大に入ったら皆さんでも変われますと、僕も変われたんです、うん、みんなでも変われますっていう風に胸を張って言えるようになるだろうなと、うん、自分は変われたんだっていう風に胸を張って言いたかったんですよ、うん、でもここで諦めたら多分自分は変われたっていう風に言えないだろうなと、うん、そう思ってもう1年頑張ってみようって言って東大を目指したっていうことなんですね。本番を意識するってことだと思ってるんですよ。本番を意識する、365日あって364日は練習ではあるんですけど、1日のためのその本番という1日のための練習をしてるんだっていう意識を持たなければならない。でそうするといろいろ見えてくるもの全然変わってくるんですよ。例えばじゃあこの問題こういう問題が出るんだっていうふうに分かってれば、その問題の対策のためにこういうことするんだっていうのがすごい具体的に分かるようになりますよね。でこれ東大生のその100人とか200人とかそのいろいろインタビューしてる中で、はい、やっぱりどの東大生もやってることがあって、はい、あの東大の入試っていうのは550点あるんですけど、うん、何点ぐらいどの科目でどういう題問で取るかっていう予想点数みたいなものを全部出してるんですよ、うんうん、戦略として、戦略として。だから英語で例えば75点取ると、うん、で75点取るためにはこの問題でこういう点数が必要だと、うん、例えば資格1番のところでは8割取らなければならない、うん、でも資格2番のところではあんまいい点数取れなかったとしても、うん、点数あのちゃんと合格には届くっていうのを戦略的に持ってるんですよね。それがあって初めて自分の勉強の戦略っていうのを作れてると。さっきであのお話ししてもらった時に、その東大生、はい、多くの東大生がその本番意識をしてやってるって、はい、で例えば普段の勉強してる時に問題をケアレスミス、ね、してしまったって、はいはいはい、じゃあそれがもし、まあ、ちょっとミスっちゃったよじゃなくて、はいはい、これ本番だったらマイナス何点してんのって話って、そうですそうです、そうすると思うことによって反省もするし、次は絶対ミスんねえぞって思えるわけだから、そうなんですよね、違うよねそこはね。そう、364日のところが、はい、ちゃんと本番のための練習なんだっていう意識できてれば、うん、ミスをどんなミスとかっていうのもこれを本番にどう生かすかみたいなことできるんですけど、うん、多くの学生って結構日々のノルマみたいな感じで、うん、ちょっとそのなんか何ページやんなきゃみたいな意識を持っちゃいがちなんですよね、うん、あケアレスミス一つ取ってもそこまで違うんだから ね、それが積み重なってたらすごい大きな差がどんどん広がっていくっていう、そう思いますね。